はい、本日3本目の動画はお金ではなくてですね、人間関係とか、とりわけ異性欲ですね、性欲っていう表現よりも異性欲というものにしましょうか。現在私はですね、どんなところに旅に行っても一人で一泊二泊する時があっても、いわゆるね、そういうふうな異性風俗といいますかね、性風俗ではないですよ、性風俗も込みですけども、女性とねお酒を飲んだりとか、女性が接待をしてくれるお店に行くことはないんですよ。それよりもどうせそれをするんだったら熟成さんとね関わってる方がむちゃくちゃ楽しいんですよ。で私がね、金銭的に恵まれてない時ってなぜかキャバクラ通いだったんですよ。そこでは何を求めていたのか全く今では分かんないんですけども、ただねその時に私が必要としたのは一瞬だけでも自分のことをもてはやしてくれる、そんな環境だったんでしょうね。で、そういう風な演出を自分がお金を出して買っていたというねことなんですよ。完全に社会のカモでございます。その他にもそのキャバクラのオーナーとか知り合いが多かったんで、私の麻雀店やってたんでね、そういったお付き合いもあるっていうところもあったんですけども、今はねなんていうんですかね、いろんな異性欲に対して満たされてないってことが全くないんですよ。本当になんか奥さん一筋というかね、常に頭に浮かぶというかね。で金銭面にこれを結びつけるとしたら、そのお金に対するフラストレーションがないんで、どうしても金が欲しいっていうね、情欲がないんですよね。情欲がないからこそセールスも焦らないし、だからこそ結果的にセールスがうまくいくのかなっていう気はするんですよ。ただやっぱり私も攻めてる時っていうのは確実に100万いるなと思ったら100万の売り上げが作れましたし、確実に10本契約取りたいなと思ったら10本契約を取るためのそういうふうなねローンチを組んだりとかセールスをしたりとかトークをしてるわけなんですよ。そうすると人の心理を動かしてお金を得ていくっていうのはそんなに難しいことじゃないというふうにここでねお話しできると思うんですよ。戦略的に話を進めて、そして演出をして人の気持ちを確かめながら一歩一歩動かしていけば、最後の決済ボタンであと3日ですって言ってカウンターを回せば、あとはねその方が勝手に自己判断でやってくれるっていうからくりも分かります。私はね今速稼塾というものだけを販売して、誰かとジョイントするときはその方から紹介料なんてのをいただいてるわけではないんで、言ってみれば私はですね、久保さんのそのね塾生さんとか動画の視聴者さんに向けて、自分の商品を紹介したんですという方がいらっしゃったら、もう私がね全責任を取るぐらい信頼している方のものしか出さなくて済むっていうようなね、そんなことになりました。そうなるとほとんどいないんですよほとんどいないですね。あんまりないと思いますね。FX の中丸トレーダーぐらいじゃないですかね。私実際自分で中丸トレーダーに教わって FX うまくいくようになりましたし、それから私の相場解説を見て FX に興味を持ってくださった方に対して、私は教えるなんですか力量がないんで中丸トレーダーにということで、これはね速稼塾という名前を頭につけて速稼塾プレミアム、そして今は速稼塾プレミアムセカンドってものまで進んできましたんで、こちらの方をお勧めすることがありますけどね、ありますというよりも今お勧めしましょうか。速稼塾プレミアムセカンド絶賛募集中で、もうすぐ締め切りです。今9月11日なんで、もう今日とか明日に締め切ろうかと思いますよね。これはだからね焦らすわけではなくて、前々から9月の2週目にスタートしますよってことは7月の末ぐらいからお話してましたし、8月には速稼塾プレミアム2のセールスのね紹介のセミナーもしてきましたんで、もうこの時点で今日初めて聞きましたって人は別にもう入っていただかなくてもよくって、そんな焦って入るもんではないですから、また別の機会をねお待ちいただければよろしいんじゃないかなと思います。 FX ってのは理論が新しくなるわけでもないですし、何も変わらないですからね。もう全然これからも今までも FX っていう市場だけは変わらないですから、このツール今しかありませんってものもありませんしね、昔使えたツールは今でも使えるんですよ。でもっと言ったらツールなんていらないんですよ。で自分が FX を見極められればそのツールが使えるのか使えてないのかってことが分かるじゃないですか。で逆に言うと勝てない人が勝てるツールなんて見分けられないですからね。だからそういったものを、焦って買わないようにっていうことと、あとはね FX を代行で購入して出た利益をあなたのところにミラートレードしますよみたいなのいるんですけども、ああいうのもいらないですね。結局自分で稼ぐ力を学べないんだったら一定期間分配をね得られたところで全く意味ないんですよ。こういう話聞いたことないです。魚を釣る方法を教えた方がいい、魚を代わりに釣ってあげて渡すのは大したことはないというね、こんな例だったと思いますけども、食べ物がなくて困ってる人に
代わりに魚を釣ってどうぞこの魚食べてくださいっていうのが親切かどうかってことなんですよ。そうじゃないんですよ。釣り方を教えてあげるんですよね。どうやったらお腹を空かしてお金に困るような現象が起きないのかっていう知恵をね授けてあげることなんですよ。だから物を与えるよりもことを与えてあげるっていうふうなね、そんな価値観でお金にしても人間関係にしても満たされていくんではないかなと思います。要するに知恵と情報の時代っていうことなんですよね。はい、本日の放送は以上です。